パッパーン、パッパーン。ぷー、なんだお前は。カカカオ、カカカオ。わー、バサ、バサ。ビーム。あ、止ま、あ、止まっちゃった。あ、はい、というわけでどうも、カズでございます。やばくないこれ。これやばくないこれ。ちょっと昨年紹介させていただいた、レゴマインクラフトでございますね。いやもう、見てよ。まずはね、このクオリティだよ。やっぱね、このレゴとマインクラフト、相性が良すぎてさ、これなんか鳥さんでしょ。ブロックでここまでね、しっかりと再現ができていて、このエンダードラゴンのクオリティなんかもやばくないこれ。胸からね、ビームが出るようになったりと、いろんなギミックが隠されていたりと、いやまさにね、子供の頃くすぐる作品となっております。いやもうね、甥っ子たちとかがね、あのうちんとこたまに遊びに来ることあるんですけども、もう取り合いよ、取り合い。ほんとちっちゃな子から、まあ、ある程度大きくなってもね、あのみんなこれで遊ぶようになってしまって、結構復元はしたんだけども、もっとね、もう入り乱ってる。まあでもそれ自体がね、やっぱレゴマインクラフトの遊び方じゃないのかなと思うんですよね。それぞれのシリーズで置いといてもいいし、なんかいろいろね、ぐちゃーっとね混ぜても、それはそれで楽しい。いやほんでこれからのシーズンマジ最高だよね。クリスマスとかもあるしさ、まあお誕生日プレゼントなんかにもなんか最高じゃないのかなと個人的には思っております。やっぱね、なんかが育つ気がする。その何かが分かんないけど。ほんでなんと今回ですね、新作でございます。じゃ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 ーん、こちらがレッドストーンの決戦、そしてよいしょ、こちらがですね、クラフトボックス。なんかめちゃめちゃパーツ多そうだよね。かっこいいやつと、そしてね、ボリューム満点のやつ、こちら追加されました。いやこれなんかさ、今作ってるやつとね、また混ぜて遊んでもいいなと思うし、こっちなんかね、ほらもうマインクラフトダンジョンズのやつですよ。またねこれ毛並みが違ってさこれが出てくるのよ。これがこの大ボスがさ、マジたまんない。ユーザーからしたらマジたまんない。というわけで本日はい、遊ばせていただきます。あのこれ、え、そんな子供向けじゃんなんて思ってる方いらっしゃるでしょ。これ違うから、大人が夢中で全く無言で組み立てて楽しいってやつマジ楽しいからね。というわけで早速行ってみましょうか。ちょっと、机の上の、ちょっとごめんね、ちょっと混ぜたくないから、ちょっとごめんね。ちょ、今からカズさん本気で楽しみに行かせていただくから、ほんとごめんね。よいしょよいしょ。さあ行きますかね、行きますかね。こちら、ちなみになんですけども、こちらもうすごい、なんかボリュームすごいよね。パーツだけで500超えてます。はい500超えてんだよこれもうこのボックスで500、どんだけ大ボリュームだよということで。いやこれ多分頭の体操とかさ、なんかストレス解消にもなりそうな予感だよね。あ、これ分厚いでしょこれ。もうたまんないよこれ。説明書だと思うこれだね。組み立て方の説明書、そしてうわもう大量の500を超えると言われてるパーツ、やっぱこれ。うな、皆さんこの組み立ての様子お楽しみください。いやマジ楽しいですよ。まあすごい簡単で、あの1番は1番の袋ね、多いからといって難しくはない。ちゃんとね、袋で順番とかいろいろ書いてるから、それ参考にして組み立てていきましょう。説明書もすごい単純ですよこれ。ほら、普通のパズルよりかは簡単、量が多いだけで、うん、簡単です。こんなもんです、こんなもん。うん、まずはザクッと出していただいて、うわな、まずスティーブ行ってみます。これでしょ、これでしょ。チョッキーでは参るぞ。こうしてチョッキーを着せて、はい、チョッキー着た、顔を乗せて、メットかぶせて、うおい、出来上がり出来上がり。ほんでこっちはよいしょやばい、胴体逆、うん、よいしょ。はい、ゾンちゃん、やっぱクリーパーもいいんだこれ。はいはい、何回やられただろう今年。はい、クリーパーちゃんも、はい、完成でございます。アレックスさんもいんのこれ。いた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 、はい、アレックスさんも完成で細かいな。ちゃんと剣とかね、ツルハシなんかも持たせれるようにできると、まあここまでがまだまだほんと入り口の入り口にも達していない感じだけども、さあここから、今からね、とにかく組み立てていく。まあというわけで早速いってみましょう。
オッケー。なんということでしょう。過去最大、いや大きくないこれ。この圧倒的ボリューム、これは大きいわ。細けえなー。ゲートもここでこうやって開けることもできるし、バケツもさ、これ水取れるんよこれ。ほんでゾンちゃんも偉そうに威張ってて、ブタちゃんもいて、でここでね戦士が守ってるって感じか。さらにはこれ TNT だと思うんだ。これこれを押し込むと、あおみたいな感じで TNT ボムができるっていう。こういう装置マイクラで作ってみようかな。これこれいいよな。マイクラで完全デザイン性優れてるもんね。これちょっとこのまんま再現してみようかな。これいいじゃん。ほんで裏の方には感じなんと、ベッドも隠れてたりと、ゲーが細かい、はしごもちゃんと付属されておりました。いやーこれ楽しそうやったっしょ。マジ楽しい。時間いつなんじゃ今、やばい。1時間、1時間無言でやってたわこれ。結構自分ね言って、あのパズル系大好きだからさ、平均かちょっと早いぐらいだと思うんだよね。だからこれあの子供たちと一緒にやったらさ、1週間ぐらいかけてさ、1つのパート1つのパートずつ作ってってもいいのかもしんないね。毎日少しずつさ、一気に作るのもね楽しいけどね。やーばい、これは楽しいな。またこれフィールドがさ大きくてすごい扱いやすいからさ、なんかこんな感じで他のやつとのコラボレーション、このエンドラインのはおかしいかな。まあでもいいよね、ここに降臨させてもさ。謎コラボレーション、いやーこれ組み立てマジ楽しいな。やばい、いやこれパズル好き、なんかどっちかというとパズルにちょっとねそこまで悩まないんだけどさ、ちょっとパズルに近いね、なんか達成感がある。じゃあちょっと次こっち行くか、こっちダンジョンズの、はい、レッドストーンの方行ってみましょう。これはい、そして次特別ゲストエリでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。エリちゃんもこれ前やったっけ。やったことあるような気がする。みんなでやったやつやろ。うん、机の上でさ。懐かしいね、まだいい大人が6人がかりでめちゃめちゃやり込んだやつ。黙々とどうぞ、エリちゃんさんやってきましたよ、その季節が。はい、次、はい、一番の袋からちょっとエリちゃんやっていきましょうか。はい、こっちの細かいところに入れてもらおうかな。こっちどうぞ。はい、デンデレーン、ガオー、すごい愛の共同作業。はい、えいちゃんさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れでした。ではえいちゃんさんいってらっしゃ い, お, いお迎え行ってらっしゃ い, いさてスーパースケットエリちゃん、お迎え行ってしまったので、ここからは私一人で、楽しんでいきたいなと思います。二人でやると、まあ、あんま喋ってなかったかもしれないけどね、うん、楽しい、なんか共同作業って感じでね。じゃあ行きましょう。いっぱいだよパーツは。レッツゴー。できたー、やばい、今回のめちゃめちゃかっこいい、いくぞ。でんでけでんでんでんでけでんでんでんでけでんで、勇者たちだ。ごっこ遊びできるね。なんと全部4体もいて武器もいっぱい。ブーブーブーブ ー, ブーということで、こいつを倒すっていうかダンジョンズやりたくなってきたわ、逆に。やりたくなってきた。ブーブーとこいつがね、いいお宝をゲットするんだけども、奥からやってくるやつらがグーということで、
はい、まあ中ボス的な存在ね。そして大ボスドーンと、めちゃめちゃでかい、めちゃめちゃでかい、でかすぎかよ。はい、という感じで組み立てて遊んでみたんですけども、すげえ楽しい。ほんでまたね、これいろいろと、まあ他のやつと一緒に遊んでもいいしさ、今回こちらもあるし、はい、こちらの方もいいや、ボリューム満点。これ一つ分かったのは、子供とやってもいいし、奥さんとかね、まあ恋人とか彼女、友達とやってもね、すごく楽しく遊べるかと思います。いや、子供とやるとね、絶対なんかいい勉強になりそうなね、なんかこの立体構造を理解するっていうかさ、なんかいい勉強になるし、まあ何よりね、集中して楽しんでできるので、すごくいいんじゃないのかなと思います。いや、これ集中力アップにもいいのかも。いや、そういうチーク系のやつではないと思うんだけどさ、いや普通に楽しいから。こちらね、今現在絶賛発売中となってますので、もしよかったら皆さんも遊んでみてください。もちろんこれまでのシリーズもね、たくさんあるから、いや、そっちもよかったら遊んでみてね。詳細はね、概要欄の方に貼り付けておきます。というわけで本日はこんなとこで、皆さんももしよかったらレゴマインクラフト遊んでみてください。じゃあのー。